先輩…何しに来たんですかこんなところまではい,いえ先輩に心配される筋合いありませんから怪我して大会出れなくなったのは自業自得ですしはい確かにショックですけど こればっかりは仕方ありません。っていうか人の心配する前にまずは自分の心配したらどうですか先輩だって大会近いんでしょまとにかくそういうことなんで。それじゃあたし先に帰りますね。お疲れ様です。何ですか ちょっと先輩しつこいですよしつこい男は嫌われるって相場が決まっているの知りませんでした何ですかそれ言ってる意味わかんないんですけどもしかして先輩私の彼氏面してます 付き合ってもいないのにその言動さすがに引きますよちょ何なんですかもういいですからほっといてください私ちゃんと割り切ってますからちょっと練習で無理したツケが回ってきただから こうなるのも仕方なかったんですもう私に構わないでください一人にしてくださいよせ先輩ほんと今日おかしいですよこれだけ突き放してるのに絡んでくるとかストーカーも真っ青のしつこさですねわかり ましたじゃあ正直に言いますね私大会に出たかったちゃんと試合で結果残したかったこんなことになるなら自分の体いたわってあげればよかった本当バカですよ私何やってんだよって感じです バカ先輩のバカあんま優しいこと言って泣かせないでくださいえ先輩それちょっと臭いですよはい臭いセリフだと思いますでもありがとうございますそう言ってもらえて 少し気持ちが楽になりました先輩次の試合頑張ってください私も応援に行きますから私の分までしっかり走ってきてくださいね最低でも自己ベスト出さないと承知しませんから <laughs> はいよろしくお願いします 何言ってるんですか私、そんな安い女じゃありませんからはいそう簡単には付き合ってあげません大会でかっこいいとこ見せてくれたら考えてあげなくもないですこれでも期待してるんですから高校最後の試合な、ま、っちり決めてきてくださいね